神戸松陰女子学院大学短期大学部は、兵庫県神戸市名田区篠原おばの山町1-2-1に本部を置いていた日本の私立大学である。1950年に設置され、2011年に廃止された。大学の略称は松陰。学科過去の学科体制専攻科別科取得資格について、 大学関係者アメリカイギリスオーストラリア系列のカンベ松院女子学院大学以外では以下の実績がある。AB 学生募集は1965年入学生で採集。1967年3月31日付で正式廃止。ABCDEF 学生募集は2004年入学生で採集。2007年10月26日付で正式廃止。 ABCD 学生募集は1999年、入学生で最終。2001年度廃止。ABCDEF5 月1日時点での学生数。東丹大では唯一男子学生が在籍していた。あと、大学のキリスト教学科に条とされる。2000年度より英語コミュニケーション学科。最終募集年度における在学者数は144となっている。 1999年度入学生まで、ABCDEF 出展、全国学校総欄昭和36年度版27ページより、昭和38年度版30ページより、昭和62年度版66ページより、AB1992 年度版76ページより、AB 平成23年度、全国短期大学高等専門学校一覧210ページより、 昭和41年度版36ページより、ABC1998 年度用全国短期大学案内469ページより、教員養成課程認定大学短期大学一覧67ページより、ありがとうございます。